けさーボロー、お化け、お化け、俺どあれどちら様、ラブラスだこれ、それそれ、お声どうしちまったんだよ。声は終わってるんですけどね。めっちゃ終わってるよ、うん、なんかさっきまで家族とクリスマスパーティーしてたけど、うん、いいじゃん、いいね、今ちょっと一人になって寂しくなっちゃって、寂しくなっちゃった。YouTube 見てたら二人が YouTube ライブやってて、ギャクトツって書いてあったから喋りたくて寂しくて、寂しくて、かわいいな。家族とどうだった？うん、みんな元気だった。よかった、ね、みんなでチキン作った。え、作った。いいじゃん。どっから育てるところから？違うだろ、絶対。絶対に違うだろ。みんなでチキンあげたんだよ。あ、そうなんだ。食べて。でもみんな、バイバイしちゃって。あ、寂しくなっちゃったね。寂しくて。二人とも、ちょうどいいところに逆卒してくれたよ。二人も暇だったんだね。おい、そして暇って言うなよ、だからさ。クリスマス予定なかったんだね。ひどすぎるよ。ちゃんと今日仕事してたよ。今日、我が輩もさ、うん、あの、ホロのスタッフさんとさ、ミーティングしてて、あの、仕事行って、会社に、みんななんかね、覚悟の顔してた。わかる。覚悟の顔してた。みんな大変そうだったなぁ。あ、お前だけハッピーだよ。どうした？どうした？でも今もう寂しいんでしょ？でも今は。うん。寂しくてお酒飲んでた。あ、そう。じゃあそんなじゃあ、パパのラプ様は、まあラプ様でやっぱりね、ホロックスとして世界征服してるじゃないですか。うん、あ、まあ。来年の目標とか聞いていいっすか？まあ、一応世界征服のままだけど、うん、やっぱりいろんな人にホロックスのこと知ってもらいたいなって思ってるよ。おお、なんかキャラがブレてないか？大丈夫か？ブレてないよ。ホロックスのことを知ってもらいたいと思ってるよ。うん、思ってるよ。思ってるよ。思ってる。最近ね、ほんとね、ラプちゃんいろんなさ、やっぱりあのストリーマーさんとかさ、あの、V の方と絡んでてさ、うん、すごい、やっぱあの、活動的だなと思ってるから、やっぱり、身になってんじゃないのかい？ありがとう。そうだね。やっぱみんなにね、ホロライブの話とかするよ。ほんと？見られたよ。あのね、別の人ですかって言われた。ライブ見てもらった。やばい、やばい。お子様は寝なーもん。なんか ASMR でも聞いて寝なよ。今日誰の聞いて寝る？今日じゃノエルさん行きます。ノエルさん行きます。でも2人はまだ2人でさ、喋りながら逆突するんでしょ。まあそうだね。楽しめばいいじゃん、若輩のことなんか置いて。配信しろ。配信をしろ。配信してもだって1人じゃん。1人じゃないモニターに向かって喋るしかない。見てそれやる人がいる。お布団入りなさい。ほら早く。じゃあバイバイ。バイバイ。もう知らない。おもろ。おやすみ。おもろ。さようならです。またね。またね。